ません。はい。はい。ちょっと亀助けたんだけど、ちょっと何にもなくて、この太陽ここでいいのかな。はい。うん。はい。と言います。じゃあ俺が、はい、亀助けたんだけど、はい、何にもないわけよ。はい、はい、うん、それちょっと対応してもらおうかなと思ってて、はい、それここでいいのかな。はい。で、まあ、ごめんなさい。本日は、亀を保護したということでよろしいですか。いや、だから保護じゃなくて、はい、ね、はい、俺が海岸歩いてたら、はい、ガキが亀いじめてたのよ、はい、ね、でガキ追っ払って亀助けたのよ、はい、うん、でその亀がね、海帰ってって、まあ、2時間ぐらい待ってたのかな。それ何にもないわけよ、うん、でこれもう完全にやられちゃってんじゃないかなと思って、うん、でこれ対応してもらおうと思って、ちょっとクレーム、はい、でこう来たわけだけど、はい、ここだってのかな。やられちゃってるっていうのはだからその竜宮城連れてかんかんやん、その竜宮城。はあ、もうそんなことある？それ聞いたことないじゃん。亀助けて、はい、助けました、はい、帰りました、はは何にもないです。そんなこと、いや、もう聞いたことないから、ははは、これちょっともうやられちゃったんで、もう詐欺かなんだかなと思って。うん、あ、うん、なるほどなるほど。では、うん、一応、はい、住民票でいいか持ってたんですけど、はい、うん、すいません、うん、はい、はい、うん、今日は一旦使わないと思いますので、しまねえだから、はい、戻ってきてます。すいません、申し訳ございません、本当にすごくおかけして、うん、では本日は、うん、亀を助けたけど、うん、その恩返し的なものが何もないっていうことですかね、うん、そんなことある？聞いたことないんだよ。びっくりしちゃって。うん、いや、もうこれ完全にやられてるだろうな。うん、なるほど。うん、ですね、うん。そういったものはないですね。ない。はい。ないよ、それ。竜宮城自体。ない。ので。竜宮城なくなっちゃったの。まあ、なくなっちゃったというか、まあ、元からない。しますか、まあ、俺ちょっと電話したら繋がったの。電話、うん、いや、亀の甲羅になんか電話番号書いてあって、はい、でそこに電話したらつながったの。電話、うん、なんかこう、なんか話が噛み合わないからさ、はは、あれだったの、ちょっと電話してみて。あ、そう、うん、そう、うん、うん、お電話ありがとうございます。乙姫パラダイス竜宮城です。女の子のご指名ございますか？あ、これちょっと違いますね。これどういうこと？違ってないですよ。竜宮城って言ってんの？あ、竜宮城は竜宮城なんですけど、うん、なんて言いますか、大人の竜宮城と言いますか。大人の竜宮城、はい、いや、大人だからいい、まあ、そうなんですよ、ちょっと、うん、はい、ちょっと、はい、うん、こう、申し上げ、うん、楽しくないと思う。いや、うん、楽しいが楽しいとは思うんですけど、めちゃめちゃいいじゃん。まあまあ、そうなんですけど、うん、ちょっとそういうところではなくて、まずですね、その、うん、竜宮城もそうなんですけど、恩返し自体がないんですね。え、恩返しでなくなったってこと？まあ、なくなったと言いますか。え、なんだそれ？だからと言いますか、はい、え、なんだそれ？はい、岸田か、岸田が直したの？え、まあ、そう、いや、だそれもっと前というか、はい、やるだろ、そうそう、マイナンバーとかさ、はい、そうやるぐらいだったらさ、そう、うん、え、恩返しなくすとかある？それまあ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 、ですね、いや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 、まあ、おかしいじゃんそれ。まあ、そうしたらちょっと、マイナンバーとか紐付いてないの、その恩返しは。わ、ちょっとまだと言いますけど、これから先もなさそうな感じが、はい、紐付かないの、マイナンバーと。そうですね、せっかくマイナンバー作ったんだけど。ああ、そうですか、僕もそんな。でも、恩返し、恩返しと紐付け、保険証とかだけになってしまうので、どうすんの、ちょっとそうですね。え、もう竜宮城もないと。竜宮城もございます。はい、え、潰れちゃったの。うん、まあ、はい、まあ、潰れちゃったの。あ、コロナか。まあ、本当のコロナだな。まあ、竜宮城、そうか、まあ、ワイワイするもんね、あそこ。ねえ、まあまあまあ、密になるか、あそこ。はい、まあ、そうです、でも、
水の中だから感染とかあるね。水だから余計感染するじゃん。そうですね、どうなんでしょう。まあ、ちょっとワクチン打ったけどね。いや、ちょっと、わかんないね。まあ、とりあえずもう、じゃあその、亀呼んできてよ。亀を。え、助けた亀を。ああ、でも。呼んできてよ。そうですね。うちではちょっ。いやー、対応してよ、その。管轄外と言いますか。どこの管轄なの？管轄してるところが、警察か。と、警察、まあ、でも助けた手前、その警察とか行きたくなかったけどさ、もう警察行くしかないのか、これ。なあ。もしかしたら警察行くとも、とややこしくるという。どういうこと？そうですね、いろいろなんか、もしかしたら。じゃあ、どうしてよ、その、助けた人は。助けた人は。助けた人は、もう本当その、恩返しはどうなってるの？恩返しとかがないんですね。もうないんです。その話自体がないんです。どこにことなんですか？じゃあさ、その、はい、俺がさ、仕事をさ、削ってさ、はい、助けてるわけじゃん、亀を。はい。ね。はい。で、竜宮城がある、竜宮城をもらえるところがもらえてないわけでしょ？竜宮城に行けるところが行けてないわけでしょ？そう。そう、いけてない竜宮城のところはどこが保証してくれるのよ。竜宮城どうやって保証してくれるのよ。そうです。竜宮城分を。俺の竜宮城はどうやって保証してくれるのよ。まず、国では保証はできません。まず、自治体の保証してよ。自治体も含め、ですね、公的な。税金払ってんだ、こっち。はい。なあ。はい。ありがとうございます。竜宮城って、でもそれ税金じゃないの？竜宮城はもう税金とは全く関係ないんですね。はい。申し訳ございません。竜宮城がもう、ないんですね。どうするの、これ。もう帰っていただくしか、今日は。いや、そんなこと言えよ。その市民に向かってさ、全領の市民に向かってさ、帰れとかなくない？はい。ねえ。はい。こっち、善良なことしてるよ。いいこと。はい。ね。はい、善良な市民を追い返すの、その。そんなことやっていいのかな、これ。そんなことやっていいのかな、これ。ねえ。これ、先生、もう、つぶやく、これ。はい。これ。あ、ちょっと、すいません。おかしいじゃん。すいません。はい、はい。すいません。竜宮城ないって言ってるんですけど、この人。はい。竜宮城がないって言ってるんですけど。はい。助けた亀、出せないんですか？そうですね、はい。ちょっとごめんなさい、申し訳ございません。すいません。欲しいじゃん。はい。ねえ、恩返しや。はい。はい、恩返し保証制度ないんですかって。恩返し保証制度が。ちょっと、はい。ちょっと、ないので。どこの管轄なの、その恩返しは。管轄。何省なの？そうですね、法務省とか。法務省なの？法務省なの？そういったところ。文部科学省？恩返しは。もしかしたら。文部科学省か？その、竜宮の使い。竜宮の。竜宮は。そうですね。一旦ちょっと調べてみてもいいですか？すいません。流すよ、これ。はい。流すよ。はい。すいません。あ、もしもし？いや、今来てんだけど、なんか、竜宮城がないとか言ってんだよ。そう、おかしいだろ？そう。いや、ちゃんと助けて。じゃ、分かってる。聞く。分かった。じゃあ、分かった。で、最悪。はい。え、いや、玉手箱ない。ないですね。ちょっとミキに、玉手箱やるって言っちゃったじゃん。ミキというの。いや、俺の彼女のミキに、いや、電話かけてきてるんだよ。はい。うん。なっちゃうし。いやいや、玉手箱は早くって。あー、なるほど。いや、俺がその亀助けた、じゃあ、竜宮城
言ったんだねって、うん、玉手箱あるねって。はいはい、うん、ああなるほど、そうです、うん、ないってこと。そうですね、ちょっとないですね。お兄ちゃん来るぞこれ、ややこしいな。ああ、うーん、じゃあドンキとか売ってないの？ドンキもないと思いますね。メルカリとかないの？メルカリ、メルカリ売ってないかな。で、あの手箱ちょっとないと思いますけど。もうじゃあこれ、はい、どういうことなのこれは。うーん、説明してくれるちゃんと分からない、はい、うん、先ほどからさせていただいてるんですけども、うん、そもそも、今、お客様がおっしゃってるっていうのが、うん、多分まあ浦島太郎らしいですよね。そう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 、で亀を助けて、うんうん、みんな習ってるかしら、はい、うん、はい、があって、うん、その恩返しがあったという話になぞって同じことがあったので、恩返しが有名な話だよこれ、はいはい、有名な話なんですけども、それがあったのになかったということですね。うん、その、話自体がもう作り話で、じゃあ嘘ってこと？まあ、そうですね。でもだいぶ前の嘘でしょ。嘘ずっと、何、ずっとその引き継がれてる、まあ、改善されてないじゃん、詐欺が、その詐欺がずっと、そうですね、まあはい、怖っ、何になってんだよ日本政治は、はい、おかしいじゃん。じゃあ通りかもしれないですね、はい、じゃあな、桃太郎終わりもないです、ね、犬猿記事ない、犬猿記事はいますけど、うん、ああいう風なことはまずないと言いますか。で鬼退治、鬼退治も、うん、どちらかな、鬼が、はい、鬼が、鬼は、鬼もいないです。鬼はいないの？鬼は多分まずいない。鬼の方かよ、鬼の方、鬼の方かよ、はい、鬼の、じゃああれはでもかぐや姫はあれもないですね。それ嘘だよ、だって俺の彼女のミキ、はい、で竹から生まれたって言ってたもん、はい、ミキの母ちゃんが、うん、竹やぶ行ったら光ってて、でそこスパッとやったらミキが出てきたって、そのミキも竹のミキの方だからミキってつけたって言ってたんだもん。だからそれは本当っすよそれ。へえ、そうなんですね、はい、うん、うん、はい、ちょっと、うん、本当でしょ、それもないですね、うん、ミキは嘘つってる、うーん、ミキが嘘ついてるってこと、ミキさんか、ちょっとそうですね、一旦ごめんなさい、はい、俺の彼女の嘘つき呼ばれ、僕はごめんなさい、僕は実際に聞いた話ではなくて、うん、じゃあ何があるの、何の話が、何の話があるんですか、はい、おかしいよこれ、そうですね、はい、断層ですね、うん、今日はお帰りいただくか、そうですね、一回もしよろしければ住民票をコピーさせていただいてもよろしいですか。うん、なんで？ちょっとはい。なんでこっちで？はい。確認と言いますか。なんでコピーする？はい、ちょっといろいろとちょっと。え？なので、もしよければ。なんで？はい。もういいよ。いいよじゃあもう。あ、大丈夫ですか。もういいよ、帰れよじゃあもう。はい。すいません。おかしいよ。すいません。単独ツアープラネットトレインの開催が決定いたしました。はい、今年はですね全国7都市、で17公演ですかね、そうで、はい、はい、過去最大規模となる、ツアーとなっております。チケットは現在絶賛発売中でございます。はい、ファニーチケットよりぜひお買い求めください。
もう今回もですね、はい、ヨーロッパ企画の諏訪さんとタッグを組みまして、はい、またちょっとクオリティの高い、単独ライブをお届けできたらなと思っております、はい、今絶賛、稽古中でございますので、めちゃくちゃ面白いネタに仕上がっております。ぜひ皆さんお越しください。はい、最高ですけど、よいしょ、よっしゃよっしゃ、うわ気持ちよすぎる。痛いの控え室。